どうも、ーンです。さて、今日はですね、えー、皆様に、久しぶりにね、カメラの話題でね、一見、えー、お伝えしておこうというふうに思ったことがありますんで、えー、表題にもある通りです。GH5 のボディ内手ブレ補正とライブ撮影についてというね、タイトルで、えー、情報を発信させていただきたいと思います。 え、先日って言ってもちょっとだいぶ前になるんですけれども、ライブ、うんロックのね、ライブの撮影に、えー、行ってきました。えーっね、どんな、あのー、素材、えー、編集をしたのかっていうのはね、具体的にはお見せすることはできないんですけれども、ちょっとね、引用っていう形で、えー、こちらにね、載せておきます。でね、こんなね、えー、ロックのライブの映像、動画をね、えー、撮ってきたんですけれども、えー、その時にね、GH5、 のボディ内手ブレ補正をねオンにして撮影しておりましたこれがあのーまあ、大失敗というかというと、うん、まあ、大失敗ですねえこの現象は GH5 のウィークポイントであるというふうにもね、えー、買う前から GH5 を買う前からあ知ってたあ違う違う違うちょっと今あの,あの元勘違いしてました GH5 S, S が発表になった時にこの情報を知ったんですね。GH5S はボディ内手ブレ補正をあえて搭載しない機種なんですね。これはロックのライブ、特に重低音がガンガン響きまくるようなライブで、えー、もうどうしてもこの手ブレが、ボディ内手ブレ補正の機構自体が揺れて、えー、撮影がおぼつかないということがあったために GH5S、これは ロックのライブに向くというふうにね、えー、位置づけられています僕は GH5S 持ってないんで実際には試せてませんけれどもおそらくそうでしょうというわけでこの GH5 今撮影してるカメラこれ GH5 ですけれども、まあ、結論的にこの GH5 ではロックのライブに適さない撮影になるというふうに えー、もう身をもって実感いたたししました実際にどの程度のこうブレが発生してしまうのかというのはですねやってみないとわからないなというところもあってもうちょっとダメ元でチャレンジしてみたというところはありますねでこの時、えー、マルチカメラ体制でね、えー、撮影しましたんで GH5 の使えないこの素材は 使うには使ったんですけれども、まあ、極力使わないようにして、で、えー、別のカメラでね、補うというようなね、形を取りまして、いやいや、そんなことないか。結構使ったか。この辺がまだまだやっぱり素人ですね。ロックのライブ、特に重低音が響くようなね、撮影。これは、もう、向かない、えー。向かないっていうか、もう、NG ですね。これ、プロの世界だったらもう全部アウトの、そういう状況だと思います。 もうちょっとね、えー、詳しくの、本当にどのくらいブレてるのかっていうのはね、ちょっと全画面でね、えー、ちょっとだけお見せします。どうぞ。はい。いかがでしたでしょうか。と、まあ、ま、こんな感じで、まあ、 使えないですね。でね、これね、以前同様のロックのライブ、同じ場所の同じライブハウスで、ソニーのハンディカムでね、撮影したことがあったんですよ。で、その時の映像をちょっとこちらにね、また引用って形で載せておきます。どうぞ。 はい、全く問題ないですね。というわけで GH5 のボディ内手テブレ補正これとロックのライブの相性が悪いというのはねやっぱり通説通りだったなとまあ、ちょっとうん舐めてかかってたというところはありますね皆さんもくれぐれもご注意くださいただですねちょっとこの時ね試せてないんですけれども GH5 のこの ボディ内手ブレ補正をオフにしたら、この現象が収まるのかどうか。ここがね、ちょっと興味深いところではあるんですけれども、検証できてないんですよ。ちょっとまた次回同様の撮影があったら、ちょっとだけ実験して、で、同様のブレが収まるのかどうか。これもね、えー、機会があれば情報発信したいと思います。はい。えー、本日の動画は以上です。ではまたバイバイ。 チャンネル登録しないでねほらバッドボタンを押しときなデリーキットとゴーホンは登録してほしいなグッドボタンポチッとなはもしくは動画が面白かったらチャンネル登録お願いねはグッドボタンもよろしくねホい本当は登録してほしい本当登録してほしい本当登録してほしい本当登録してほしい